はい、こんにちは。日曜日はリボルバーサンリボです。今回は先日発売されましたね、チーフスペシャルですね。はい、これのスクエアバットの2インチ、このモデルガンとですね、あとこれ以前にね、もうご紹介してありますガスガンの方ね、ちょっと外観の比較と、それと、前回はできなかったグリップの着せ替えをね、やっていきたいと思います。でまずですね、箱なんですけれどもね、私箱は一緒でなんて言ったんですけれども、見てください、このシールの色がね、わかるかな、微妙に違うんですよね。ガスガンの方がね、より黄色っぽいんですよ。なんだそんなことかってことかもしれないんですけれども、全く同じだと思っていたんでちょっとびっくりしました。はい、じゃあね、外観の変化ですね。違うところはもうもちろんね、マズルの部分は全く違うよということですね、はい、それとね、シリンダーですね、やっぱりね。はい、こちらがモデルガンです。はい、こんな感じですね。ああ、空出てきますよね。はい、と、ガスガンの方はね、もうやっぱりこういうペガサスのね、 BB がはまる穴がボコッと開いてると。こちらはこのモデルガンはこんな感じと。はい、で背面もね、はい、ペガサスの方はもうね、模したカートリッジがね、はい、ついてると。こちらはもちろんスコンと抜けているということですね。それとね、並べてみて分かりました。グリップの質感が、色が違います。材質も違うんでしょうか。これは映ると思いますけれどもね。はい、ちょっとこちらの方がね、赤みが強いって言ったらいいんでしょうかね。全然違うでしょう。樹脂製のグリップなんですけれどもね、握った感じはね、はい、これお持ちの方ちょっとどうでしょうか。なんかね、モデルガンのグリップの方がね、この赤みのちょっと強い樹脂の方がですね、チェッカリングきついです。私の手ではちょっときつく感じます。はい、というところがね、全然違うところかなというふうに思いました。どうでしょう、見ていただくと、もうルックスはもうバッチリですよね。ということは、田中さんのね、ペガサス、まあ、ガスリボルバー自体がね、もうモデルガンにね、はい、まあ同じね、多分、パーツを使われている部分ってかなり多いと思うんですけれども、全く外観的にはね、リアルなものを楽しめるということが分かりますよね。はい。さて今日は時間がないんでね、どんどんいっちゃいましょう。で、重量の比較ですね。これはもうどう考えても、はい、ペガサス圧勝ですよね。シリンダーがね、重たいですからね。ペガサスはシリンダーがね、重量が436で、モデルガンの方がですね、ヘビーウェイトなんですけれども、やっぱり377と。で、残念なところなんですけれども、それでもですね、はい、カートを入れればね、同じぐらいになるということです。ペガサスここにカート入ってますから、それと同じぐらいということですね。はい、じゃあ早速ね、グリップを付け替えてみましょう。まずですね、今回はね、こちらの方のね、モデルガンの方のグリップをね、交換するというふうにしたいと思います。初めてこのオリジナルのグリップを外します。ペコン。中はどうなってんでしょうか。重り入ってるんですね。よいしょ、重り入ってるんですね。この重りがどのぐらいあるんでしょうか。ちょっと見てみましょうか。もう一回、これだけでね、67、まあ67ってない、大したことないですけれども、それなりにね、これ重さ稼いでますよね。はい、ということでね、今日他のグリップはね、田中さん純正のやつ以外はね、重りは入ってないんでね、アルタモントなんだよね。ちょっとまずね、これ着せてみましょう。田中ワークスさんのね、純正っていうかオプションのね、はい、木製グリップです。スクエアバットよ、ね、これ買ってね、ガスガンの方につけて待ってましたね、発売されるの。いかがでしょう、シックな感じでいいですね、これね、全然いいんじゃないですか。以前はちょっとね、色が薄くて私からするとね、いまいちだなーなんていうの多かったんですけども、この色合いならいいですね。はい、もちろんピタッとついてて、スクエアバットですけども、ここがね、
ほんにゃーんと丸まってるところがね、触り心地がいいですね。はい、う、チャッカリング厳しいです。グッときます。いいですね。はい、すごくグッときますね。はい、どうでしょう。たまたま個体が良かったのかな。ちょっと色濃くていいですね。古さを感じますよね。この銃そのもののね、はい、せっかくですからカート入れておきましょうか。カートのお尻が入ってた、見えてた方がね、はい、いい感じですから。ピュッと、はい、この方が見栄えがいいですね。ということで、なかなか純正の、はい、木製グリップいいですね。気に入りました。さて次はこのね、ホワイトパールグリップ、ラミネートホワイトパールですからね、もちろんね、純粋なその自然のものではないですよ。これはもう完全に、模造品ですからね。はい、でこの木ね、黒いね、したんですよね、多分これね、これの、表面にこの、ね、ホワイトパールに模したね、樹脂がラミネート、つまり コーティングみたいなのがかぶせられてるって感じですかね。はい、じゃあちょっと外してみてみましょう。えい、こんな感じになってるわけですね。ホワイトパールをつけると、グッと、さすが純正、ぴったりつきますね。うん、あ、はい、以前ねガスガンの時にもこれ確認したと思うんですけれども、ホワイトパール少し太ってますね。この辺りがねグッと出てる感じです。はい、ホワイトパールラミネートね、具体的に見てみましょう。ちょっとまずこれね、あ、見た目いいですねこれね、スリムでねグッとくる感じですね。はい、思ったより滑らないんですよねこれね、グリップね。実銃でもだから人気が多少あったんだろうな。比べてみましょう。ちょっと太ってる感じがしたと私申し上げましたけれども、どうでしょう皆さん、断面見ていただくと、そりゃそうですよねって太り方ですね、やっぱり違うんですね。はい、ということが一つ分かりました。ピッと、こいつを外して、じゃあ次ね、いよいよね、私大好きアルタモート、これつくんでしたっけ。もう最近ね、どんどん直近記憶が消えていきますんでね、はい、どうでしょう、つきますかね。あったっす。今ねパチンじゃなくてね、スッて入っていきましたよ。スッて、あ、スッて入っていく、すげえ。残念、ちょっと形がねここのところね、田中さんの純正のグリップに比べれば合ってないんですけれども、やはりさすがアルタモンと高級感も増しますね。赤字に赤ってのは問題だったな。はい、どうでしょう、こんな感じで、この角度がいいのかな、この角度が、いやーいいですねこれ。はい、全然厚みあります。田中さんのね純正のやつと比べましょう。ほらね、もうなんかね、まん丸になってます。これがあの丸太ん棒みたいな感じにねなりつつあります。はい、あ、ついたはいいけど、これはもう外れないっすよ、爪がないと。うわっぽー、すごいな、外れた。ちょっと比べてみましょう、厚みをね。こんな感じですね。かなり違うのはお分かりいただけるんじゃないでしょうか。形状自体がもう違いますね。田中さんのはここビューンと丸めてますけれどもね、アルタモントのあたりこの辺が盛り上がった、それの差分でちょっと斜めに、はい、R をつけられてるような感じがするような雰囲気です。おっと、もう外れませんねこれね、あまりねぴったりつきすぎちゃって。ちょっとどっか押せるかな、ここ押しちゃおう。えい、あら、あらららら、恐ろしいことになってしまいました。もうね、おじいちゃんの滑る指ではね、これはもう抜けるもんじゃないですね。あ、大変だ。じゃあ皆さんのためにちょっとクイックイックイッとね、はい、ちょっと、あ、怪我の巧妙、かっこいい、アルタモントの裏の刻印
Made in USA ですよ。あ、日付も入ってる。これ22年の11月に作られたんですね。ふえー。反対側もこんな感じで、なんかちょっと違う刻印が入っています。うわ、前回気がつかなかったような気がする。そのまんまやってたらごめんなさいねですね。はい、じゃあ最後ね、これはね、これもまたね、フェイク造形っていうんですか、はい、あの自然のものではないですね。ホワイトパネルスムースというクラスチックパネルというやつですね。こういうやつですね、はい、でさっきのやつがね、こういうやつですね。はい、スムースがあったらやっぱチェッカリング欲しいですよね。あるのかな。あったらぜひ手に入れたいですね、これ。よいしょ。これはもうね、このままお別れしてもいいわけだから、もうガチッとつけちゃいましょう。あら、これなんかこいつは、え？ん？はいはいはい。こいつはね、木の方と違ってちょいと苦戦しますね。まずこちらの縁をね、この縁の部分、ここの部分をしっかりこう押すようにね、合わせてから押しながらはめるっていう感じではまりました。はい、いかがでしょう。いい感じですね。ボテッとした感じですね。でここでね、はい、ガスガンに登場してもらって、純正のねプラのグリップと比べると、まあ、こんな雰囲気違いになるんですよというのをね、見ていただこうと思いますね。うん、まずまずですね。皆さんはどれが一番ねお気に召したでしょうか。私の場合はね、なんだかんだで純正の色いいですね。あのチェッカリングが入っててくれてるのもいいですし、外れませんこれ。よしよしよし、またこじんなくちゃ、少しねちょいと入れてね、クイック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 クイッとクイッククイッククイッと、こんな感じですね。やっぱ純正のこれいいですね。こんな感じですよ、純正のも通して。例えば田中さんの、普通の、プラスチックのグリップに比べて、田中さんの木ぐりに変えるだけでこんな感じと。これ木ぐりの方です。まただからこの樹脂製のグリップももともとよくできてるんでね、これだけでも飾っとく分にはいいかもしれないですよね。ただやっぱりね、握った感じ、目の前でね、やっぱ見てみる、触ってみるとやっぱ随分違うんで、やっぱり木製グリップね、はい、存在価値ありですね。でこれに比べてね、アルタモントの方になっちゃうと、もうこれスムーズなんでね、はい、ちょっとねこれ2つ比べるのをなんかこう野暮だななんて思うんですけども、今度はねこう比べるとこんな感じになるわけですよね。これはもう見るからにね、木目もしっかりでツヤも出ていてね、もう高級感のあるグリップですよね。でこちらの方はもう実用品的な感じになると、こんな感じの差が出るような雰囲気ですね。はい、いいですね。やっぱりグリップの着せ替えは、なんか本当はね4丁欲しい、4丁とか5丁あるといいですよね。間違ってもね、そんなにね、はい、買うこともないし、買うこともできないと思いますけれどもね、こうやってね、あの着せ替えを楽しんでるとね、何丁もあってもいいかななんていうね、思う時があります。ということで、はい、今回のサンリボは、はい、田中のねプレ M36、 はい、チーフススペシャルですね、これのスクエアバット、これのねモデルガンの方のグリップの着せ替え、そしてねガスガンの方とね、いろんな比較やらせていただきました。ではまた。